大谷にホームランを打たれた投手、そのまま首。ドジャースの大谷翔平投手が、2番 DH でスタメン出場したメッツ戦で、9試合ぶりとなる14号ツーランを放った。この時打たれたロペス投手が、塁審と口論となり、退場処分となる一幕があったが、試合終了後に現地の複数のメディアが、ロペスが戦力外となる見込みだと報じた。フリーマンの打席で、チェックスイングの判定の際に、スイングを取らなかった三塁塁審に、不満を向けると、口論の末退場。怒りの収まらないロペスは、マウンドを振りながら、ユニフォームを前をあだけさせると、グラブをスタンドへと放り投げて、そのままグラウンドを後にした。イライラが収まらなかったんやろ。これで首って厳しいな。事態はこれで終わらず、試合終了後に複数の現地メディアが、ロペスが戦力外になる見込みであると報道した。ロペスは試合後、ロッカールームで取材に応じ、落ち着きを取り戻しながらも、愚行を公開していない、僕は MLB 全球団の中で、最悪のチームにいるようだと発言している。なんやねんこいつ。英語がたどたどしくて、MLB 全体の中で、おそらく最悪のチームメイトに見えたと思う、って言いたかった説もあるらしいで。こんなんで解雇になるん？最後に大谷に、ホームランプレゼントしてくれたし、ええやつやん。藤、もしかしてワイの出番か？